この赤い塊はバスです。長細く狭い空間の方が運転席、つまり前で、だだっ広い方が客席、後ろです。今回はこのバスの進む方向が重要となるボードゲームサイトシーイングをご紹介いたします。サイトシーイングは目的都市を目指してバスを導くゲームです。バスでヨーロッパを巡りながら、他人の目的地をうまく避けて自分の目的地を目指します。まずバスを適当な灰色の点に配置します。簡単ですね。次に目的地のカードを各自1枚引き、自分の目的地を確認します。ストップ、気をつけて。目的地を直視すると相手に自分の行き先がバレてしまうので注意しましょう。バレないようにこっそり見たり、いろんなところに目線をやったり、カモフラージュをしながら確認をしましょう。準備ができたらいよいよ出発進行、バスを動かしていきます。自分の番になったら袋からチケットを1枚引きましょう。引いたチケットをボードの横に置きます。チケットにはバスの進む方向が示されており、1枚につき1マス進めます。 U ターンの場合はバスの向きを変え1マス進めます。バスの移動を終えたら自分の番は終了です。次の人からは自分が引いたチケットプラス脇に置かれたチケットの枚数分進むことができます。バスの移動中に自分の目的地に着いたら、降りますと元気よく言いましょう。そこでバスの移動は終わりです。目的地で降りた人は今までのチケットをすべて自分のものにできます。次の目的地カードを引いてゲームを続けましょう。星です。チケットに星を置いて誰かの目的地に着くまで好きなだけ進み放題です。星だからといって無敵になって他人の目的地を通過したり敵を倒すことはできません。降りた人はチケットと一緒に星をもらうことができます。さあ気を取り直してゲームを進めましょう。これらの工程を繰り返していきます。最後の星が誰かに獲得されたらゲームは終了です。ゲームの勝敗はチケットと星を多く持っている数ではなく、それらを重ねた高さで決まります。いかがでしたか？今回はサイトシーイングをご紹介しました。皆様安全運転で楽しい旅をお楽しみください。